で現在トイレが利用できないですから一部運転しています。ご利用のお客様には大変ご不便をおかけいたしますがご理解をお願いいたします。
電車は22時31分発、通宇野行きです。お客様にお知らせいたします。西日本豪雨の影響で現在トイレが使用できない列車が一部運転しています。ご利用のお客様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解をお願いいたします。6番乗り場から通路の駅が発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。ご利用編成で到着いたします。到着の前売り2両は切り離して車庫に入ります。頭上にありますマリンライナーと書かれました1番2番3番の下でお待ちください。1番の下指定席です。自由席は2番3番の下でお待ちください。瀬野、林町、茶屋町、上野町、小島、境出の順に止まります。茶屋町からは宇野港線、宇野行きに連絡しています。電車到着後、お客様が降りられました後、一旦ドアを閉めて車両の切り離し作業を行います。ご乗車作業終了までしばらくお待ちください。電車到着までしばらくお待ちください。22時45分発、
快速マリンライナー71号高松行きは八番乗り場から発車します。自由席は2号車、3号車、定席は1号車。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、動画の評価、コメントも書いてくれると嬉しいです。ではまた次の動画をお楽しみください。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日の動画はサンライズより223系2両編成を撮影した動画の裏側っていう感じですね。はい。で、今までこういう動画って茶番というか動画上の演出っていう感じがね多かったんですけれども、今回のは実際ねこれが本当です。はい。茶番ではないです。実際にサンライズより223系の2両を撮影しようと思ってあそこにいましたし、で223系の方をねメインで撮ろうと思っていました。はい。動画内で言った通り、うちのところねサンライズね再生数全然ないんで、やっぱり皆さんサンライズより再生数が少ないということはね、サンライズより223系の方が見たいっていうことかなという判断いたしまして、まあね視聴者さんがね見たいものを撮影するっていうので、今回は223系の方を撮影したという形ですね。はい。だけれどもサンライズがね来たらやっぱり撮るよねっていう感じでしたね。ただ今回はね両方とも撮れましたから良かったかなと思います。まあサンライズ撮りつつ223系の2両がね発車しそうだったらすぐ撮れるようにっていうところでいましたしね。今回はそんな感じで茶番風に見えて本音だった動画をお届けしました。一つだけね茶番が入っています。それは何かっていうと、途中で帰ろうとしたところですね。最後ねサンライズが発車していって、で終わった終わったって帰ろうとしたところで223系の2両がね発車しそうになってっていうところありましたけれども、あそこだけは演出上の感じですね。あれ本当はちょっとね撮影位置を変えようと思って、もうちょっとずれて撮影しようと思って場所変えようと思って進んだら発車するってなったんで、びっくりして急いでカメラ向けたっていう感じで、あそこだけですね。あそこは本当に帰ろうとしたんじゃなくて撮影位置を変更しようと思ってただけですけれど、ちょうどなんか帰ろうとしてる風に見えたから演出上で帰ろうとしたことにしちゃいましたけど、はい、あそこだけです。あそこは茶番です。はい。それ以外はもうほとんど本当ですね。はい、という感じです。こういう風なね動画もいいかなと思って、たまにはね、はい、やってみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。